はい、皆さんこんにちは。今回はラストクリスマスに秘められた3つの罠ということでね、話をしますけれども、この罠は私のように大して英語ができない人が陥る罠なので、英語が堪能な人から聞いたら何言ってんだこいつはっていう話だと思います。それではWHAMのラストクリスマスという曲はご存知でしょうか？なんだっけって思った人も、ちょっと聞いたら、ああ聞いたことあるとか、ああ知ってる知ってるっていう人も多いと思います。このシーズンにはよくかかっている綺麗な曲ですね。実はですね、この曲には3つの罠が隠されているんです。私は随分前にこの罠からは解放されたので、解放される前はまあどれぐらい罠にかかってたかっていうとちょっとわからないので、まあ、最近私くらいの英語力の人に聞いてみました。その時の会話はこんな感じです。ねえねえ、WHAMのラストクリスマスって知ってる？なんだっけそれ。ほら、ラストクリスマスホニャラララララってやつよみたいなね。ああ知ってる知ってるっていうところでね、ここにね第一の罠があります。英語力のない人にとってこの曲のラストクリスマスから先の歌詞はホニャララなんですよ。ホニャララふんふんふんみたいなね。曲は知ってるけど何を言ってるかは知らないし、まあよほど興味がないと調べないですよね。私は何年か前にこの曲のことがちょっと知りたくなったんで調べたんですよ。なのでこの罠から解放はされたんですね。ちょっと驚きました。はい、それではね、次の質問をぶつけてみました。このラストクリスマスってどういう意味だろう？最後じゃないの？最後のクリスマス。はい、ここにね、第二の罠があります。ラストって言われるとどうしてもついにとかとうとうとか最後とかね、そういう意味だと思ってしまうんですよ。それでは最後の質問をぶつけてみました。まあじゃあ最後のクリスマスっていう意味だとして、どんな曲だろう、どんな内容だろう。恋人と最後のクリスマスを過ごす時のなんか歌みたいな。はい、第3の罠はですね、曲全体のイメージがすごく綺麗なことにあります。綺麗な歌ですよねこれね。はい、このね曲がいい曲であることが第2の罠をより落ちやすくしていると思うんですよ。第2の罠に引っかかりやすくしているっていうかね、まあ、そういう感じだと思います。はい、こんな感じでね、見事に、私が聞いた人はですね、3つの罠に落ちていました。私もそうだったのかもしれません。皆さんはどうでしょうか？どんな曲のイメージでしたか？ラストは最後じゃないんですよ。それではですね、そういう思い込みから解放してあげたいと思います。まず2つ目の罠なんですが、ラストっていう言葉には最後とかいう以外に、違う意味がありましたね。この前のとか昨前回のみたいなね。例えばラストナイトだと夕べとか昨夜とか、なのでこの歌のラストクリスマスは前回のクリスマスっていうか去年のクリスマスっていう意味なんですね。最後のクリスマスじゃないんです。ではホニャララ以降の歌詞がどうなっているかっていうと、まあおよそだいたいこんな意味ですっていうのをちょっと端折って書いてみました。読んでみてください。同じような歌詞の繰り返しになっているところは端折ってます。だいぶ端折ってはいるんですが、まあこれ以降も歌詞は続くんですね。で、去年のクリスマス、君に僕の心を捧げた。
でも次の日に君は捨て去ってしまった。今年は涙を流さないように特別な誰かにあげるんだ、みたいなね。この辺の歌詞が、何回か繰り返されますね。なので、ラストクリスマスホニャララが特に頭に残るんですね、この歌はね。要するに、クリスマスパーティーの会場。まあそんな感じですよね。そこで愛してるって手紙をプレゼントと一緒に渡したら、翌日には捨てられていた。という去年のクリスマスを思い出している、そんな歌ですよね。なんていうか未練たらたらというかですね、そんな感じの歌なんですよ。そして、今年は特別な誰かにあげるつもりだって言って強がってるんですね。だけど、なんか特別な誰か、特別な誰かとは言ってるけど、あげる相手が決まってる感じじゃないですよね。去年振られた彼女のことが気になってしょうがない。まあそういう歌なんですね。ほら、他の誰かにあげちゃうよ。いいのかい、いいのかいって、まあ、彼女を挑発してるような感じですね。心の中だけでそんなことを思ってるんでしょうか。これはですね、アニメとかドラマだとこの後彼女目線で去年のクリスマスにプレゼントを捨ててしまった、まあ、どうしようもない理由とかそういうのがあって、そういうドラマが始まってパーティー会場で彼の行方を気にする彼女、そして誤解が解けてハッピーエンド、そんな方向もありかなと思ってしまうような展開ですね。今この動画を編集しながら YouTube でですね、ラストクリスマス聞いてみたんですが、とても君はひどい女だ、プレゼントを捨てやがってとか、君はひっそりと思っていた人の心を切り裂いたんだ、そんなことを言ってるようには聞こえませんね。曲は本当にいい曲です。そんなわけでですね、私的に要約すると、振られた男が1年前のことをぐずぐず言ってる歌ということになりますね。まあ、何かしらの期待もあったのかもしれませんね。ぐずぐず言いながらもやっぱり彼女が好きだね。一途な思いといえばそうです。はい、そのわけでね、決してロマンチックな最後のクリスマスの歌ではないんです。わかっていただけたでしょうか。しかし最後の方になると、今僕は本当の愛を見つけた、君には二度と騙されないっていう歌詞もあるんですね。このタイミングで恋人を見つけたのかなと思いきや、最後の最後の方で来年は他の人に捧げるよって言ってるんですね。今年はというか今回はどうなったんでしょうか。謎は深まるばかりです。そんなわけで三つの罠、この罠は解けたけど謎が残ってしまったというお話です。